今回はモッチの大好物ケーキのはずだけど、あれれ、魚を切ってるもも、生クリームは、なにこれ、竜宮城の玉手箱。茨城のすぐ近くにある寄島系はケーキ屋さんじゃないもも。寿司ケーキ、すごくね、楽しみに来ました。スポンジ、略してスポンジの上に旬のお魚をデコレーション、面白いもも。パパの作るお寿司のケーキ食べたことある？ある。入っとるものいろいろな味がして、おうおう、いいよ、ハーモニー。わー、お姉ちゃん上手もも。それおじさん、そのままいただいて、そのコメント。コメント盗んじゃダメもも。生クリームじゃなくて生ウニを乗っけてと。そうそう、魚介は寄島港で水揚げされたばかりの新鮮なものしか使ってないんだって。さあ、いよいよ寿司ケーキの完成もも。せーの、はい。わあ、すごいじゃない。ポンチーノ、豪華だな。これ何種類ぐらいの魚介を使っとんですか？わからんのかい。数えんとわからんぐらいですか。12、3種類ですね。これ食べたらどうなるんだったっけ。竜宮城の玉手箱。そこはハーモニーでしょ、お姉ちゃん。大爆笑、仲良し姉妹もも。ではスプーン入刀。ハッピーウェディング。言うとる場合か。サーモンとタイかな。モッチにちょうだい。サーモンのトロトロ感、タイのね、甘みね、はい、美味しい。インスタ映え間違いなしの絶品寿司ケーキは口コミでファンが急増中。その中には美味しさもあるし、愛情も入ってるけど。いや、この子ほんと好きなんじゃな。パパの作る寿司ケーキ一番のファンだと思います。あ、朝早くから新鮮な魚を仕入れて、お客さんのために一生懸命心を込めて調理するお父さんの姿がかっこいいんだって。初めて聞きました。いつもありがとうございます。お腹いっぱい、心もいっぱいになれる寿司ケーキ。そういえばもち一口も食べてないもん。